人工線は太平洋石炭販売輸送が運営していた北海道釧路市の春鳥駅と同志知人駅を結ぶ貨物専業の鉄道路線である。1925年2月に釧路臨港鉄道により知人駅春鳥駅間で開業した路線で一時は循環線にする構想もあったが結局循環線にされることはなく1979年に 太平洋石炭販売輸送が引き継いだ。農産物や生活物資を運んだ時代もあり、1963年までは旅客営業も行っていた。本項目では東串路駅から南西へ伸びていた城山線にも触れる。2019年2月7日、最短量が減少して石炭輸送が不要になったことを受け、荷主の串路コールマインが、 太平洋石炭販売輸送に対し、次年度の契約をしない方針を伝えた。同年2月9日、太平洋石炭販売輸送の、親会社太平洋共発は、道路線を3月末をもって、運休とし、その後に廃止することを決定した、と明らかにし、6月末で廃止された。1986年11月1日以降、石炭車の両端に、 ディーゼル機関車を連結し、先端場がある、ハルトリー駅とクシロの貯炭場がある、知人駅の間で石炭をシャトル輸送していた。また、荷役は、機関車からの遠隔制御で行われ、そのため、貨車には電気連結器と回路の引き通しが設けられていた。太平洋炭鉱時代は、 平日休から16時の間に12時前後の昼食休憩を挟んで頻繁に往復していたが、釧路コールマインになって、以降は出端がなければ運行しなくなり、以前のように頻繁な運行は見られなくなっていた。春鳥先端上2020年5月時点で、全路は撤去済みであるが、地元有志が踏切の廃材や写真などの資料、運行母体の新体平用障子が、 旧春鳥駅で保管している車両を産業依存として、観光などに活用することを目指している。城山駅、材木町駅、東釧路駅、緑が、岡駅、永住町駅、春鳥駅、関月園駅、沼尻駅、米町駅、知人駅、正さ町駅、臨港駅、入船町駅。ありがとうございます。